10月4日のバランス調整で式バックが4から 4.5 になったノーマル超今楽を紹介するよ。計略は式楽で江戸幕末の武力プラスと効果時間 8.8 カウント終了時に地震撤退時式バック生存させれば実質式 1.5 の号令となった破格すぎる計略。自身は撤退するからかつての式楽構成や律儀者と違って他の計略を使っていかないと。式が溢れるのが注意点。赤の江戸幕末は高杉晋作、吉田松陰、山田賢治と号令持ちが軒並み粒力に欠点を抱えていて武力の低い長井とは構築が難しい。そんな発射臆病ではない、慎重なだけだ。この槍がある限り発射。何度でも立ち上がってみせよう。それだ出過ぎたか。発射失礼行くぞ。覚悟せよ。発射無駄です。貴様行くぞ。デッキ構築を考えると赤タンならフルコンを狙う高杉晋作との組み合わせ、紺色なら式バックが増えて今まで以上に式流配置前提になりそうやし、今回強化された川上天才や平田源内などを合わせたジョンマイ二郎も視野に入るかな。発射知れ人斬り源さん参る。これが現実だ、受け入れろ。無駄ですよ。覚悟せよ。発射無駄ですよ。死ね。やってしまった。無駄ですよ。全軍退却です。槍が折れたか。行くぞ行くぞ。正しいものが破れるか。流派発動。一の型過ぎたか。人の手は借りぬ。結局俺を頼るんだろ。発動三の型。覚悟せよ。貴様この槍がある限り諦めてなるものか。無駄だ。発射。敵はいないだろうか。人斬り剣さん参る。これが現実だ、受け入れろ。知れ時代は動いている、取り残されるな。行くぞ。両の秩序を正す、私が革新者となる。
覚悟しろ。流派発動。三の型。覚悟せよ。知れ。槍が折れたか。覚悟せよ。覚悟せよ。ここまでか。知れ。出過ぎたか。正しいものが破れ。覚悟せよ。全軍退却です。覚悟せよ。この俺が欺かれただと。やってしまった。電気何度でも立ち上がってみせよう。結局俺を頼るんだろ。発射。無駄です。無駄です。これが現実だ。受け入れろ。流派発動。二の型。発射。時代は動いている。取り残されるな。見るがよい。この主婦の覚悟。私の亡霊を聞いてくれ。聞けったら聞け。出過ぎたか。全軍退却です。覚悟せよ。そんな。拙者の剣を握ると。覚悟せよ。貴様。正しいものが破れるか。結局全部俺がやればいいんだろう。覚悟せよ。この俺が欺かれただと。一片の情けも無用ぞ。槍術の極みお見せいたそう。今回は2試合やるよ。臆病ではない。慎重なだけだ。覚悟せよ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 。放て。行くぞ。無念でございます。
行くぞ。放て！うっきゃー！覚悟せよ！これが現実だ。受け入れろ。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。行く。放て！うっしゃー！リュウハ、発動！一の型。放て！正しいものが破れるか。放て！放て！出過ぎたか。無念でございます。諦めてなるものか。うっとせ。周囲に敵はいないだろうな。うっきゃー。これが現実だ。受け入れろ。行くぞ。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。時代は動いている。取り残されるな。リュウハ発動。三の型。放て！今はがむしゃらに戦うキャメ。正しいものが破れるか。覚悟せよ。この俺が欺かれたと。出過ぎたか。このスフの覚悟を。うっきゃー。諦めてなるものか。俺たちで新たな世を作るのだ。リュウハ発動。二の型。うっしゃー！逃げろ逃げろ！何度でも立ち上がってみせよう。かく！放て！俺の首はやらん！目が見えぬ。時代は動いている。取り残されるな。
これが現実だ。受け入れろ。覚悟せよ。行くぞ。無念でございます。前期解放。ご視聴ありがとうございました。破格の速攻率を老有式回しで生かすか、構築力が試される計略。理論値が高いカードやからテンプレが見つかれば流行りそうかな。